栗山に対してワンボール、うん、よく取っている。さあダブルプレーはこれはファーストアウトになった。ダブルプレー、本能的にグラブが出ました。エスコバー、ダブルプレーでツーアウト。大きな拍手が起こります、札幌ドーム。いや、栗山からすると完璧に捉えた打球。そうですね、まあ、あの栗山選手からすれば、まあ、アンラッキー。エスコバー選手も本当にナイスプレーでしたね。その後もしっかりとね、しっかりと反応しました。そしてね、ファーストに急いで送球。さあ、これで2アウト3塁。